ございます。基礎科日曜クラスの真央と申します。本日はこのような修了講演の場をいただき、お忙しい中足をお運びくださり誠にありがとうございます。ただいまより上方落語立体版まんじゅう怖いを上演いたします。どうぞごゆっくりご覧くださいませ。よし行くで。最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほい。あー負けた。最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほい。やかましいな。すんません。どないしたん。はい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 、そんなとこで固まってんと。こっちおいで、こっち。おもろいことあんねん。え、なになに。いや実はね、さっき橋の上でおっさんから聞いた話やねんけどね、うん、人間というものはみんなお互いに顔が違うように、その人間によってみんな好きなものが違うとこの間出して。なるほど、確かにこのおっさんの言う通りや、うん、ねえ、例えばね、あんたが食べてうまいもん必ずしも私が食べてうまいか言うたらそやない。うん、そやね。そやろ。確かに、うん、例えばイナゴや。うわ、私大嫌い。このおっさんよ、こんなもんうまい言ってくるよな。私ら天とどうもならんってなもんでな、好きなもんみんな違うはずや。そこでですね、今日はこうして久しぶりにみんな顔が揃ってる、どうやろみんなで自慢できるうまいもん出しようて遊ぼうと思うねんやが。ああそれね、もうなんやしら暇やって。そうそう、やる。やるねん。やったら、新入りから行こう。新入りから順番に答えていってちょうだい。はい、あんたか。一番好きなもんなんですか。まあそやな、僕の一番好きなもんちゅうたらこれやね。もう追加。そうじゃ、酒や酒。え、あんた一丁前に飲めんの。ああ飲めるで。おやすさんが焼酎割ってる炭酸あるやろ、あれにな、ハチミツや。ハチミツ入れてな、ハチミツでガーッと出てな、グーッて一気飲むね。あら最高にうまいね。トロクさん、ほんまほんま、しょうもな。なんだあっちとき。次行こう。次誰。私、私の好きなものは、あー2番目に炭酸割り。まさか、あんたもお父さんの焼酎割ってる炭酸か。2番目はええねん。あんたの一番好きなものは何。一番好きなものは、あー2番目に炭酸割り。何やの。2番目やねん。2番目はええから、あんたの一番好きなものは何やの。私の一番好きなものは、あー剣。剣。大根の剣か。ちゃう、隣のケンイチくん。よくあんなこと言うわ。みんな言いにくそうにしてると思うから、あんなこと言うやなんて。ちょっとあんた色ぼけしてんのと違うか。次は私ですけど、言うてもよろしおますか。言うてその代わり気の利いたもん言うてや。分かってます。私の好きなもんは天ぷらです。天ぷら、ええー、ねー。エビよりキスが好きです。なんや、また色ぼけか。キスってあんた古いなぁ。鬼は外、福は内。そら節分や。え、次はリカちゃんですけど、あんたの一番好きなもんは何ですか。そうですね、私の一番好きなもの言うたら、麺類やったらぼたもちかな。え、麺類やったらぼたもち。ぼたもちって麺類ですか。あれ、ぼた餅はあれは粉打ってこしらえのちゃん。ほら、うどんもそばも粉から打つやろ、同じちゃん。
納豆く納得しょうもな。はい、次あやの。私の一番好きなもんはこれくらいのどんぶり鉢かな。え、どんぶり鉢？けったいなもんが好きなんですね。いいえ、どんぶり鉢が好きっちゅうわけやないねん。このどんぶり鉢な、熱々の炊きたてのご飯よそうて、それでごく新しい鯛パパパーンとぶつ切りにして、その切り身をこう5切れほど上へ並べといて、それで卵を2つほどポンポンと割ってな、えらい贅沢なようやけども、この白身は放ってしもうて、黄身だけ上からかけてな、それで浅草海苔のええやつとろ火でこう炙っといて、うわよだれ出てきた、こいつを上からパラパラっとかけてな、ごくよう効くわさびをばすり込んで、それで上等の薄口醤油上からシューッとかけて、こいつをばガーンとかき混ぜてく。そうとりやな、若い女の子が好きや言うもと違うわ。ほんと言ってんの、好きやもんしょうないやないの、まあ、喧嘩しないな。それで最後に真央さんは何が好きなんですか。私の好きなんはおぼろ好きよかな。え、何？おぼろ昆布？違う、月がとっても綺麗から遠回りしてかエロ古る、いつの歌よそれ。何でもですか、またえらいロマンチックなことで。あんたも古い言葉知ってんな。ケイチくんと一緒に。私はちゃうねん。おぼろ付き合いの場にね、夜遅うになるべく人通りのないところを私が一人で歩いてるとね、足になんやコツンと当たるものがあるねん。え、何？何やろうと思うて拾うてみると、小さな風呂敷包み。家持って帰ってね、便器の下でこの風呂敷包みを開けてみると、中からなんとお金がいっぱい出てくる。お金がいっぱい出てくるって、それまたどんくらい出てきます？まあそうやね、100万、いや、1000万円くらいだもん。1000万円？そうやね、それでこのお金を早速交番へ届けるの。なんで？黙ってもろといたらええやん。それではあかんねん。え？1年ほど経ってこっちが忘れた自分に警察から呼び出しよ。何やろうと思うて行ってみると、例の一件、落とし主が知れん、君はこれだけの大金を正直に警察へ届け出た、なかなか関心な人物である、署長さんから褒めてもろうて、その1000万円をいただくというのが大好きです。ええなぁ。よう、そんな厚がましいこと言うわ。なんかね、お金もええけど、まーちゃんが言い出しといて、あんたが脱線してんのと違うの？好きは好きでも食べるものに限定して何が好きかを聞きたいのと違うん？まあええやんか、固いこと言わんでも、うん、まあなんやかやありましたけれども、一応好きなものは聞いたことにいたしましょう。それで好きなもんだけでは面白ない、どないですか？今度は怖いものとか、また嫌いなものを言う。あ、そうそう、昔徳川家康という人がいてはったな。あ、よし知ってるわ。ついこの間まで毎週日曜日に大出たやん。それは松本潤、家康は讃岐親父。あの人がね、あれだけの英雄やったけど、カエル見たら一遍に顔の色が変わったらしいわ。タヌキやなしになるくじか。なんでカエル見て顔色変わったらなみくじやん？それは三すくみ言うて、カエルとヘビとナメクジがこう、もうめんどくさい、だから今言うたでしょ。怖いとか嫌いなとか、また虫の好かんものを今度言うてもらうから。やっぱしさっきの順番でいきましょうか。ゆうきくん、あんたの一番怖い嫌いなものは何ですか？僕の一番怖い嫌いなもんちゅうたら蛇ですか。うわー、長もんな。これは誰でも嫌がるものやわ。私も勇気と同じようなものが嫌いやわ。蛇だけはないねん。うなぎやとか、孫やとか、それからミミズやとか。え、ミミズ？ミミズはそんなに
き飲まないで。あのぬるぬるっとした感じがうちいたって嫌いやわ。あれは虫ガスタンちゅうやつやろか。まあまあそんなもんやね。わかりました。次、葵ちゃんか。あ、私はですね、この間私一人を置いて家中のものが出て行ったんです。なんや、一人で一人で留守番するのは怖かったんか。そんなんちゃうわ。葵が怖い。私一人やよって自分のものは自分でしようと下着の洗濯をしたんです。仕上げに柔軟剤と間違ってノリ入れたらノリ、パンティーもスリップもピリピリと立ち上がって。あれ怖い。あんまりのアホなことばっか思いつかない。呆れて物が言えます。ほんまやな。呆れる言うたら、私も実は呆れられるような怖い目にあったんよ。何を呆れられるって。実は、ケツネの話。ケツネ？ケツネうどん？ルカちゃん、ケツネやタヌキが怖いというのは、騙されたり化かされたりして初めて嫌いとか怖いとか言えるねんで。そうやから私騙されたんよ。え？いつのお話です？忘れもしません。去年の夏です。どこで？この町内で。この町内でって、そんな話今まで聞いたことないわ。どこで？どこ？割り木屋があるでしょ？ああ、あの角の割り木屋。練炭とか炭売ってる。そう。私、風呂から帰ろうと思ってな。あの割り木屋のところまでこう歩いてきてん。時間にしたら夕方6時頃やったかしら。はあ、それで？するとね、私の目の前、大きな白犬が飛び出してきたんよ。え、白犬？この町内で白犬って見えへんわな。じーっと見てみると、これが犬と違うねん。え？尾っぽが太い。キツネや。ちょっと待って。去年の夏頃、よう町内の年寄り子供が割り木屋の近所でひっくり返されたとか、こかされたとかいう噂が立ってたわ。そう、うん、それ、うん、それがドギツネの仕業やと思ったもんやさかい、いきなりつかつかとそばへ行くなりね、げんこつ固めてキツネのちょうど額のところへんをば一つボーンと言って、元の先輩一つボーンとって怖いことなかったんですか。こう見えても私少林寺拳法で帯もろてんのよ。え、黒帯ですか。何やったかいな。まあまあそんなんこっちゃへ置いといて。それがパウッチュってね、仰向けにひっくり返った。早速首筋ぐーっと押さえつけて横手見たら、割り木屋のこっちゃん、割り木が山のように積んである。その中から手ごろな太そうなやつ一本ズルズルっと引き抜いて、この狐をばひと思い。わっ、これ倒したんですか。いや、それがその時、この狐が哀れな声で、どうぞ、命ばかりは助けとくなはれ、こないぬかすんよ。あんた、ちょっと待ち。狐が物言うたりするか。言わいでかいな。あんたも知ってるでしょ。狐は人を騙したり、化かしたりするやつやで。そやさかい、どうぞ、命ばかりは助けとくなはれ、とこない言うんよ。もう。それでね、私が何言うてんの、先度今まで悪さしといて助けてて、虫のええこといいな、今までの報いやと思うて観念し、とこない言うたら、キツネが助けてくれたら礼をすると言いよったやろ。そう、それもね、私が生涯見られへん珍しいもんを見せるって言うんよ。何ですの、その生涯見られへん珍しいもんって。いや、キツネやタヌキは人を騙したり化かしたりはするけど、この化かしたり騙したりしているところは他の人には見せんもんだし、それを今日は見せますっちゅうわけ。確かに後になって化かされたと気がつくけど、化かされたところは意識して見てないよね。そう、それでね、私が、それなら今日のところは命は助けてやる、
その代わり鮮やかな手並みで騙すところを見せてみと言うたわけ。そしたらそこへ年の頃は24、5、小粋な男で、これも風呂帰りと見えて濡れて拭いぶら下げてやってきた。その男を騙すんやね。そう、1、2、3と掛け声かけてくれ言うんで、よし来たと、ひーふーの3つぽいっと私の前でとんぶり返りしよったと思ったら、かき消すように姿が見えんようになった。しもた、うまいこと言うて逃げられたかなと思ってると、うん、年の頃は21、2、色が抜けるほど白くて、目元パッチリ、鼻筋の通った、なんとも言えんべっぴんに化けよった、うん、女優でいうところの上白石。しょうもないこといいな。それでその男が騙されたの。その前にそのおきつさんが。え、おきつさんって誰？相手が狐で名前が分からへんから私が勝手につけたの。もうややこしいわ。そのおきつさんが私のそばへ来て、すんまへん、あんたがそこにいてはると仕事がしにくおまさかい、どこぞへ隠れて見てておくれやす。よっしゃと割り木の積んだある影へ入って様子を見ていると、あっ、男の人がそのおきつさんに気がついた。ええ女やな、ちょっと声かけてからこうたるかしらと悪い考えを起こした。やかましいね。ここでごちゃごちゃ言うたらどこまで喋ったかわからんようになるでしょ。すんません。私が言うたげるわ。男が騙されてどこぞへ連れて行かれる、あんたはその後を追う、二人がどこかの家に入る、あんたはどこか家の中見えるところはないかと板戸の節穴からその家を覗く。そう、その通り。あやのちゃん、なんでそないを知ってるの？その節穴が馬のおけつでした。そうやね、それに気づいた瞬間蹴られそうになって、もうそれから狐が怖い怖い。そうや、そうやな。でも、あやのさん、なんでエンディングわかったんですか？割り木の影へ入って様子を見ているってところから、もうすでにリカちゃんが騙されてたんよ。狐に騙されるってパターンがあって、空き家に連れ込まれるのは田んぼの真ん中に置き去りにされてる、節穴やと思うて覗くのは馬のケツってね。ああ、そうなんや。まあよう言うやん、お金を思うたら木の葉っぱやったって。ああ、そうか。狐が怖いちゅうのはようわかりました。ほんなら次、綾乃ちゃん。私のはお父さんから聞いた話ですけど、よろしいか？ゆで、うん、聞いた時ほんまに怖くて、ひと月一人で夜便所行けへんかったんやから。聞かして聞かして、うん、私ホラーがホラー好きやねん。しょうもな、おじんギャグは聞きとない。綾乃さん、私はそんな怖がりないし平気です、うん、ゆうたはね、そんならぐーっと前へ来て聞いてて、マオさん、電気消してくれる？あ、ちょっと、それだけは勘弁してください。あ、僕怖いのは にですから。情けないな。ほな後ろ下がっとき。後ろ行ったらどこになる？そこで寝とき。始めるよ。それはうちのお父さんのお父さん、つまりおじいさんがまだ学生やった頃のお話です。いつ頃ですか？昭和の話ですか？昭和も戦争前の話です。もう黙って聞いとり。おじいさんがおじさんの家に遊びに行ったんだって。おじさんは農人橋お祓い筋を北へ入った西側に住んではったんやって。農人橋お祓い筋言うたかて、この子らには分からへんわ。あ、そうか。とにかくあの辺りはものすごい寂しいところ。大阪にあんな寂しいところがあるなんて、ちょっと信じられへんところです。ありがとうございます。なんとなく想像できます。夜ご飯をごちそうになって、おじさんが酒飲みで、学生でもかめへん、飲んでいけと言わはるので、断りもできず付き合うて、ずいぶん遅くなり、泊まっていけと言わはるのを、
こんな勢いもあって大丈夫大丈夫と家を飛び出した。飛び出したんがかれこれ1時前。農人橋筋をずっと下へ降りてくると東横堀川、これにかかったるのが農人橋や。今でもあの辺りは寂しいところやんか。そうそう、川の上に高速道路が走ってて人通りはあんまりないわね。高速道路ができる前はそら寂しいところやったで。そう、その寂しい農人橋の西爪に柳の木が一本植わったってな。おじいさんがその橋渡ろう思てふっと気がつくと、橋の真ん中に若い女子が一人立ってるの。ああ、怖い話やと思うたけど、夜更けに橋の上に女子が立ってるて、そらまた狐の話の続きやろ。先回りしいな、狐やないから黙って聞き。あ、ちょっか。おじいさんはこの夜更けに若い女子が橋の真ん中で何をしているのかと見ていると、なんじゃたもとへ物を放り込んで、たもとがずっしりと重たい。はは、みなげやなと感づいた。ここでゆうきくんに質問です。はい。みなげしようとしている人を助けるのに一番注意することは何ですか？みなげしようとしている人を助けるのに一番したらあかんこと、うん、あ、私知ってる。前に落語で聞いたことある。え、落語で、うん、え、今私らがやってんのも落語ちゃう？しょうもないことばっかり言うて。あのね、遠くから声をかけたらあかんねんて。そう、その通り。そうなんよ。それでおじいさんはまあ 足音しのばせて、まあ後ろまで来た時にちょうどその女子が欄干に足かけよって、南無阿弥陀仏と飛び込もうとするやつをば後ろから羽交い締めにダーッと抱き止めて、これ何をすんねんなと止めたわけやね、うん、ところが言うことを聞かない。どうぞこの手を離しておくれやす。どうぞ助けると思って離しておくれやす。おじいさんはお酒が入っていることもあって頭へ来た。そんなら勝手にさらせと突き放す。そう、パーッと突き放して2、3歩行った。あ、しもた、悪いことしたな。どう思っても後の祭り。今一足か二足で橋を渡り切ろうとする自分に、後ろでザブーンと飛び込み寄った水の音がした。かわいそうなことしたなぁと思うても後の祭り。南無阿弥陀仏と念仏唱えて帰り道を急ごうとした。その時急に風が出てきて、柳の木がザーザーって揺れる。いきなり車軸を流すような雨がザーッと降ってきた。早く帰ろうと言いかけると、後ろから濡れ草履でも履いて歩くような音がジーッジーッジーッとするやないか。綾乃さん、それ何ですの？分かれへん。振り向こうとしても振り向かれへん。気味が悪いからタタタタタタと行くと、後ろの足も同じようにジタジタジタタタタタ、こっちがピタッと止まると、後ろの足も同じようにジタ。これはあかん。怖い、怖すぎる。なんとかこの輪を逃れたいとふっと気がつくと、浜川に地蔵さんが祀ってある。これ幸いと、その陰へ隠れると後ろのやつは気づかなんだか、じーたじーたじーたと行き過ぎよった。助かったと思うたんもつかの間、相手は十歩ほど行ったらピタッと止まって、あたりをキョロキョロ振り返った顔は額が割れて血がタラタラー。え、はまるときにどこか頭を打ちつけはったんやろか。もちろん唇の色は紫色、目の見当が狂ってる。その見当の狂った目でな、こっちが隠れてる社の方をじーっと見つめて片手をこう伸ばしてくる。さっき助けやろうと言うたお硬いな。これは怖い怖い。なんかトイレ行きたいけど、あ、一緒に行ける人あかん、誰もおらんわな。あ、しゃあない。あ、綾野さん、こっからどうなりました？何やのこの子、そない怖かったらまた聞きな。
さあ、こうなったら仕方がない。その女の子の前へポイーッと飛び出して。おじいさん勇気あるんやね。誰やらと違うて大和魂持ってはるねん。うるさいな。いかにもさっき助けてやろうと言うたんはこの俺じゃ。あの時に俺の言うこと聞かんと勝手にはまって今頃何の恨みじゃ。えらい、よう言うた。その通り、あんたに恨まれる筋合いはない。やかましい子やね。震えてたかと思うたら急に怒鳴りだそういうやいなや、女の手がくぐっと伸びてきておじいさんを抱き寄せた。そのまま農民橋へキューッと戻るなり、いきなり川の中へドブーン。え、道連れにされはったん？そこで目が覚めたんやて。どう、怖かったでしょう？夢の話かいな。寿命が10年縮まったかな。ほんまに。まあ、ええわ。それが綾乃ちゃんの怖いことやね。はい、でした。ほんなら最後に真央ちゃんやで。あ、私な、私が怖いものやなしに、さっき橋の上で話してたと言うたよ。その人がな、けったいなもん怖い言うてたんで。その話するわ。けったいなもん。お化けは出てきませんね。大丈夫、今度はそんな話じゃない。ああ、よかったよかった。お化けじゃない、携帯で怖いものって一体何やろ。それがな、おまんが怖いって言うんや。え、おばん？ああ、最近はどこのおばんも怖いわな。おばんやない、おまんやない。え、おまんってポンと割ったら中からあんの出るおまんじゅうですか？そうなんよ、私がそない言うて聞いたら顔真っ青にして、そんな殺生なこと言わんといてくれ。わし自分でおまんというだけで気持ちが悪いのに、それをポンと割って愛が出てくれ。そんなせいよわしな、子供の自分からな、病気って一遍もしたことない。ただおまんのこと思うたり聞いたりしたら震えが溺れまくる。こう言うねん。なんでおっさんやし、おばんやん。おばんやな。みんな、こっち来て。ほんまですか？あの、いつも偉そうな顔して太鼓ばらせに出して物言うあの人が。ほんまに？な、世の中わからんもんやろ。ちょっとちょっと、今思いついたんやけど、あのおっさん、ペン懲らしめてやらへん？懲らしめるって、どないするんです？あの人、今度の選挙に出る言うんで、今横丁の事務所に一人こもってはるんや。あそこは確か裏口がなかったはず、うんうんうん、表口一つだけやんか。うん、え、一人やということを確かめるよね。それであのおっさんがほんまにまんじゅう怖いかどうか試してみるね。どうするんです？みんなお互いにまんじゅう持ち寄って陣中見舞いに行くんや。陣中見舞いってまだ選挙始まってないねんで。せやからええねん。おそらくおっさん一人でおるから、うん、表口の戸を開けよったら早い目の当選祝いや言うて、このまんじゅうパーッと投げつけるんや。でもそんなんしてほんまにまんじゅう怖い人やったら家の中逃げ回るんと違いますか？それが面白いやんか。いつも憎たらしい顔しとるおっさんが泣き叫んでるすら思ってみ。面白い。私賛成。やる、やりましょう。私もよっしゃ。そんならみんな手分けしてまんじゅう手に入れてきて、行くで。葵ちゃん一番や。ええのを見つけてきたか。ちょうど家に帳物がありまして、立花屋のへそ。立花屋のへそ、そりゃまた帳物やね。ああ、賞味期限消えてます。賞味期限ね。まあええや、食べんのあのおっさんや。こんな顔するやろな。はい、今帰りました。ゆうきちゃんは何を手に入れてきた？幹線堂の栗まんじゅうです。幹線堂の栗まんじゅう、これはまた洒落たもの仕入れてきたな。やっぱり賞味期限切れか。いや、賞味期限切れなんてアホなこと。え、
ほな大丈夫か。ああ、今日一杯だね。大して変われへんわ。はいはい。私は高砂屋の常用でございますわよ。ほう、ええまんじゅうやなあ。あ、ちゃちゃ、あ、来た来た。はい、焼きたて有形堂の太鼓まんじゅうです。おー、私太鼓まんじゅう、太鼓でございます。あ、早速ご覧見よう。あ、来ません。これは太鼓丸のおっさん専用です。太鼓丸に太鼓まんじゅうな、洒落てるわな。やろ。ごめんごめん、まんじゅう怖いやのに、うち駿河屋の羊羹しかなかったんよ。羊羹でもまんじゅうのうちに入るやろ。いやいや、これだけみな揃えたらええわ。え、そんで、まおちゃんは。あ、うちは亀沢の福佐があるから、行き品にちょっと寄ってくれる。オッケ ー。あ、それで、ダンジョールは。みなそれぞれにまんじゅう持って、それで私が先にあの人に声をかけるから、合図をしたら一斉にパーッとまんじゅう巻くということにしましょうか。うん、それでええと思うわ。巻いたらすぐに戸をピシャッと閉めて、まお、うん、ちゃんが代表でどんな販売か声をかけるという寸法でいきましょう。了解、出発進行。ほんまにおったんか。キャー、バタバタを聞いて楽しもうと思ったのに。賞味期限切れとはいえ上等な饅頭用意したのに。これでは何にもなりません。誰の計算違いでしょう。果たして責任は誰の上に。やかましい。私はただの憎たらしいおっさんにいっぺん一泡吹かせてみようと思っただけやないの。饅頭怖い怖いとなるようなおっさんなら、魔物まんじゅうがパーッと飛び込んできたら、キャーバタバタとなるやろうと思ってたんや。こんなに静かやとは思わなんだ。ともかくいっぺんな、中の様子見てみ。え、中の様子見てみ言うてるの。なんやの、もうあんたも。ふふうん、誰が誰が見るって。そりゃこれやろうって言い出したもんと違う。え、ほな私、私が見るの。うん、ほなまあ覗いてみますけど。うわっ、なになに、なに、おっさん倒れてる。なに、おっさん死んでる。死んでる死んでる。アホなこと言いないな。なんぼ怖い言うても、まんじゅうぐらいで死んだりするかいな。いや、そら一概には言われへんよ。うん、私見てたけど、あんた違う。何のこと。福さん持ってきたあんたやろ。あの福さがおっさんの顔へひらひらベターっとなった。私も見た。セリフの見た。しょうもないこといいな。心臓麻痺かなんぞ起こして、ショック死っていうのかな。そんなアホな。えらいことなったな。どないしたらええの。うん、こうなったらここ動くわけにはいかへんよ。なんで。なんでてそうやんか。そら言い出したんは私やけど、みんなでここまで来て、みんなでまんじゅう投げたんやから、みんなどこにも行かれへんよ。どこにも行かれへんってどないなりますの。まあそらそやわな。おっさん殺したんがなんやからな。そやからどないなるって聞いてるの。ああ、それはわかる。そのうちその辺から人が出てきて、おっさん死んでるの見たらすぐ警察へ連絡しやる。警察から検視官や刑事らが出てきて、パーッと調べはる。我々は一網打尽ってことになるんやわ。僕らみんな引っ張られんの。そらそやわ、みんなで共謀してやったんやから。はあ、ああ、共謀して。単独でやる罪と共謀でやる罪っていうのは罪がコロッと違
うの。一人でやるやつはさほどでもないけど、共謀してやる罪っていうのは重いんやから。やっぱり刑務所行くんですか？うん、そうなるわね。もうこうなったら一蓮托生、みんなお互い覚悟しましょう。検視官が来るんやったら、死んだ原因が私の副作やったかどうかも分かるわね。真央ちゃん、今はもう副作なんかどうでもええの。みんなでやったんやから、みんなの責任。新聞記者がいろいろ書くやろうね、面白おかしく。まず見出しが、友達共謀して、今言うた共謀罪っていうやつ。ああ、友達共謀して町の有力者を暗殺すなんてね。聞こえませんか？何が？いや、家の中で何か言うたふうんですけど。そんなアホなこと、ここには一人しかおらんかったやない。死んだおっさんがしゃべるなんてことないでしょ。あれ、今度は何や、髪ほどいて、あ、食うてる。あんたは怖がりやさかい、空耳が聞こえるのと違うか。いや、そうかで、ほんまに、うん、うわ、聞こえる。なんか笑ってるようにも聞こえる。やろ、確かに、物を食べてる気配がするね。ちょっと、いっぺん覗いてみたら。え、いっぺん覗いてみ。よっしゃ、私が覗いてみる。なんやの、鳥みたいな声出して。おっさん、まんじゅう食べてる。おっさんがまんじゅう食べてる。起きて座ってまんじゅう食べてるよ。バカにしてからに。うまいこと言うてまんじゅうが怖いやて。私ら一杯食わされたんと違う。どないしましょう。どないしもこないしもないわ。よっしゃ、言うたる。ちょっとおっちゃん、あんたまんじゅう怖いって食べてるやないの。あんたのほんまに怖いものは一体何やの。